はい、対戦相手の方が見つかりました。なんだこれ、 V スーパーエフィブラってのはよく言うけど、ハゲブラ、ハゲ、前さグレイシアのことハゲって言われたら、なんかグレイシアガチ勢みたいのに、なんかかつてないほど怒り散らされたことあったからな。そんな暴言吐くなんてありえないみたいな。暴言、ハゲに失礼だろ。ハゲのこと暴言っていうのはとんでもないやつだな。どうしよっかな。ラプラスはあり、ザシアンもあり。ザシアンはブラッキーとハゲ両方、いやハゲって言っちゃダメだな。ハゲのことをさバカにせず言うには、なんて言ったらいいんだ。髪のないポケモン、髪のないポケモンってでもいっぱいいるよな。なんだろう、頭が寂しいポケモンにするか。あの頭が寂しいポケモンに対してザシアンが強いけど、ラプラスあんま強くないですよね。で海洋が対策にメタモンかサンダー。でもいつも海洋が対策のメタモン失敗してる気がするんだ。失敗してる気がするから今回はサンダーで行ってみるか。はい、対戦よろしくお願いします。ブラッキーはどうなんだろうね、来るのかな。なんかあくびループとかで壁を回避する的な立ち回りはやってきそうですけど、海洋画から来た。またさ押す技に悩むやつやめてもらっていいですかそれ。でもここ第3弾押すわ。いや戦術から入ろう、戦術へ。第3弾ダメだ。今回は普通の戦術で、普通のフリゾラ戦術でブラッキーとかにねレード打ちまくる可能性あるから。前にも言ったけど守るとか搭載することが多いですからね今。どうせ海洋ガニはどっちも入んないからな。一応壁を張って安全に次のターン第3ダーで行こうという3段でした。ここ第3ダーが入っちゃうとエリキフィールドになっちゃって、次のターンエネルギーフィールドが乗ったパワーで殴られるからかなり美味しくないんですよね。壁は張った。ただこれ次のターン第3ダー押すのが見え見えだからここで交換してきそうだけど、さすがにランドロス交換はありえないと思いたいので、素直に第3ダーにしよう。突っ張りもまあなくはないですからね。あーやってくるか。でもブラッキーとかがあるのかな。あ、やっぱそうか。でもこれで あくびは切れるからそれ自体は悪くない。あくびが食らわないからな。待てよ、ここ、これ願い事とかしてくるんじゃね相手。ここで雑誌なんじゃね、さっさと変に突っ張る理由ないよな。イカ様とか飛んできたら美味しくないけど、ここでイカ様なんか打っても全然ですからね。まだ願い事とか守るとかのがありそう。ここで剣の舞積んで一気に試合を決めに行く。壁ターンもかなり残ってるし、守るとかあの辺、あ、やっぱそうか、オッケーオッケー。これもうダメージ与えてないからほとんどこの願い事って意味ないんですよ。もともとブラッキー HP 満タン近いし、海洋ガも HP 全然減ってないから、もうこれはただの起点ですからね、剣の前に。ただここでイカ様撃たれると結構痛いというのはある。一応サンダーが来て大盤をされても雨が降ってるから、まあ今はいいのか。さあ犬対決どっちが勝つ。でもこっちの犬はな剣くわえてるし風格が違いすぎるからな。サンダーいないのかあいつ。頭の薄いポケモン、剣、頭の薄いって言ったらハゲじゃん。まあでもハゲだから実際仕方ないな。でもサンダーとかザシなんて一応毛らしきものがありますからね。こいつらはハゲじゃない。これからポケモンがハゲかどうかしっかり判断。でも海洋がそういう意味ではハゲてない。マリルリもハゲて、ハゲだらけじゃん相手のチーム。うちのチームはどうだ。リザードンもでも分類で言ったらハゲなのかな。そう考えるとなんかグレイシアだけハゲっていうのはなんか確かに良くなかったかもしれないな。もうよく分かんなかったけど、でもグレイシアってあれ髪型が悪いよね。前髪みたいのが、髪型っていうのか分かんないけど前髪があるみたいな感じで後ろがツルツルだから余計ハゲに見えるみたいなとこあるからな。
ダイマックスしてきたけど、まあ一応居住山を押したんで問題ないですね。一応ここはいつもじゃれ尽くしてたんだけど、最近こいつがあまりにも技外すのと、展開的にアイテムもこれダイマ切らないとどうしようもないだろうなと思ったので、ここは居住山にしました。さあ一刀両断してやってくれ。おい、どんなもんだ、超強い。まあ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 、これは仕方ないよ。バーンか、あっけ、お盆、お盆か、いいやいいやいいやか。お前さ、マジザシアンさ、こいつやる気なさすぎんだけど最近本当に。おい、一体どうした、ザシアン、ほんとラプラスがせっかく張ってくれた壁をさ、お前って何だと思ってんだ、あ、ザシアン、味方が繋いだバトンお前無駄にしてんだぞ。 こいつ最近ほんとやる気なさすぎる。大ボール、あー、壁ターン稼ぎだ。あとこのサンダーが遅いのかね。あと何ターンだ、あと2ターンか。まあ、ザシアンが無駄にしたからな。電光石火とかあったらいいんですけどね。相手からしたらある前提で考えてないか。いや、相手ダイジェット積まなかったな、ここ。ダイジェット押せるタイミングだったと思うんだけど。なんか急所当たったし、よくわかんねえ、相手の耐久が。早いのか遅いのかわかんないけど、今、早いやつって弾持ったりするからな。勝ってる前提で考えとくか。勝ってる前提で考えるってのは変な話だけど、これブラッキーで詰め、でもブラッキーで詰め可能性考えたらラプラスしっかり残しておいてよかったな。レードで最悪倒せる、あいつはどんだけ回復しようが。ここちょっと上から放電通したいところですけどね。でも相手的にラプラスを考えると、できればあれか、サンダー残したいのか。海洋画でも相手できるかもしれないけど、できれば残したいみたい。お、勝ってる、いいですね。これさすがに飛ぶと思うんで、うん、サンダー飛ばして、一応これで2対2になりましたね。あのクソ犬のせいで大変なことになってるけど、クソ犬とか言っちゃいけないな、ハゲてない犬ポケモンで。ブラッキー、これ放電で麻痺狙うのが一番いいっすよね。あくび打たれ、あくびはでもあれか、ラプラスに交換すれば無効だけど守る。ああ、なるほど、願い事とかでなんかくるくるループされそうなあれだな。放電で麻痺引いて、こうブラッキーの行動回数を少しでも減らしたいんですよ。だからここボルチェンとか交換もしたいとこだけど、放電で行こう。ほい、あくび、はい、浮いてるからな、サンダーは。エレキフィールドってまだもう切れるか、そろそろ。こう守ってくるよな、多分。あ、まだ切れてないか。オッケーオッケー。だったら、ここであくび打たれることはないから、ラプラスを出せ。イカ様、あ、ここ殴ってくんの、マジ。ボルシェンでよかったな。さあ、これ試行回数どんなもんだ。絶対レードの、絶対レードだよね、ここ。そうだよな、打てるときに打たなきゃもう PP がないからな。 PP じゃない、 HP がないからな。当てろ、おい、どうした。あと1回しかチャンスなくね、これ実は。まあ、2回打ったら当たるか。これ同速なの。待てよ、ここサンダーじゃね。麻痺出せればその分チャンスが生まれる。ここで同速レードを押すよりかはサンダーで麻痺出せた方が、同じかでも、あの相手の補助技を読んで交換っていうのができるからな。
あ、マヒレめっちゃ入る。このサンダーな、色違いだから映画 V パワーがめっちゃ高いサンダーなんだよな。で放電、でもこれほとんど負けだな。負けと言い過ぎ、負けは言い過ぎかも。お、あっと間ひったか。これでチャンスが生まれたぐらい。あくび、はい。さっき相手ここでイカサも押してきてたよな。だけどこれもう無理か。サンダー残せないわ。海洋ガの技を一発なんとか耐えてもらって、で放電で間ひらせて、次打ったら放電打って勝つぐらいしかチャンスがない気がする。ここで守られるとちょっと厄介なんだけど、相手からしたらラプラスの無償降臨も嫌なはずだから何とも言えないですよね。まあ守ってきても 25% でこいつ動けないんで、プランが今完全に崩壊してっからな。あ、ここで、え、ここで引く、マジ、なんでラプラ、これでもありがてんけど、ありがてえっつっても負ける可能性はある、ありがたさだけど。これで海洋が一発殴れれば倒せるからな。型によってはこのままいけちゃう。まあ、相手雷落ちてくるだろうからラプラスは生き残れませんけどね。ブラッキーだな、問題は。ブラッキーでも今暴風が必中になってから、それをうまく活用していきたいとこだな。雷でいいか、生き残るんであれば。スカーフじゃなければサンダーの方が早い可能性があって、スカーフの場合は相手一回引いてくるのか。ここだから放電だよね、とりあえず。でもしブラッキーに引いてきたら時間稼ぎをした方がいいな。アメターンが、いや微妙、時間稼ぎなのもクソもないか。でもここは放電しかない。引いてきたってことは多分スカーフなんだろうな。これはブラッキーがマヒルコと期待しつつ HP 満タンまでいかないときついと思うんで。違うか、ここ暴風か。暴風で絶対落ちないよな、ブラッキー。放電でこのダメージ、多分暴風落ちない。混乱も期待しつつ暴風にしよう。混乱すれば両方くぐり抜けなきゃいけなくなるから守れ。うわー、羽でよかったじゃん。でも相手こっちに回復されたらやばいんじゃないの。でもあれか、 HP 満タンだろうが倒せんのか。それか眠らせて確実に処理しようみたいなあれか。だから何にしてもここ暴風ですね。そうだ、あ、そうか、相手からしたら眠らせとかより確実だから、サンダーがクソ D 高い個体の可能性あるからな。バグれ、願い事。ああ、うーん、でも多分眠らせてくるんだろうなこれ。ってことはスカーフじゃないのあいつ、わかんねえ。でも相手の今までの行動的にここ多分守ってくるだろうから、羽休めにしよう。ここでだよね、うん。まあ、眠らせに来るってことだろうな。でも相手今んとこ動きまくってっから、ここらで動かなくなってもおかしくはない。だからここで暴風をスリーヒットさせて混乱させる、しびれと混乱の二重で HP 満タンの状態でブラッキーを突破する、まあ、苦しい展開だけど、犬が途中で爆死した以上そういう風に持っていくしかないんですよね。わて、忘れ、偉いな。やっぱサンダーはちげえわ。あのワンコードは違いますわ。願い事、なんか相手すごい悠長とは言わないけど、なんかもっとあくびとか押してもいいんじゃないかって気がするんだけど、まあブラッキーでサンダーの相手をしたいってことなんでしょうね。あれ、しかもここはイカ様なの、なんであくびしないんだ、わからん。ここは暴風、願い事で海洋が回復は、でも相手からしたらあんまりやる意味がないか。サンダーの放電耐えるか。まあまあこれはさすがに混乱を引くぐらいじゃないときついな俺。これで海洋がスカーフじゃないことにかけるか。だったらさっさと倒しちゃう方が、守るか、オッケーオッケー。
当てまくるな、こいつ。やべえ、マジで。でも、こんな引いてくれ。引かないな、こんな。相手でもここさすがに守ってきそうだから、ここで跳ねするか。さっきのターンは守るだったから、ここは守ってくることでしょう。あれあれ、一貫がねえ。一貫がねえとか、なんか相手のせいにするみたいな言い方よくないな。読み負けてる。あくび、もう、さっさとあくびしろよ、相手さっきから。こんななんか溜めた理由あるか、もう死ねえのかと思ったわ、もう。寝ちゃいますね、これ。寝ちゃうけど、最速起きとかをすれば問題ないはず。ここは暴風。混乱しろ。よし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 。多分自称してもブラッキー死なないだろうから。よしよしよし。これで寝るけど、最速起きすれば全然問題ないし、このブラッキー今二重でくぐり抜けなきゃいけない状態だから、マジでチャンスが生まれてる。引いてくるかもね、ここ海洋がね。最速。あ、引かないんだ、ここ。それこっちからしたらありがたいぞ。HP 満タンで突破できるのが理想ですからね。願い事。でも相手この次もあれだよね。ここでサンダーが最速復帰した場合、この次もくぐり抜けないときついから。これ放電で落とせるかな。さすがにいけると信じるか。起きてくれ、サンダー、頼め。うわ、しかも守る。混乱解けやがった。あ、でも目覚ましたか。あ、いや、まあでも振り出しだな、これ。振り出しに戻った。また混乱させるところからじゃん。ボフ当てまくってんの偉いな、でも、サンダー。まだ当てんの？マジこいつ。混乱させろ！させず、願い事。はい。相手のなんか願い事であくびのタイミングがね、なんか自分の考えてるのと違うタイミングとしてくれ。でも相手ブラッキー使い慣れてるんだろうから、相手の方が多分正しいんだろうけど。だから絶対こことか、さっきのとことか落ちないんだし、あくびすればいいのにってちょっと思うんだけど。だからなんか考えがあるんだろうな。まあ急所とかも考えてるんですかね。しかし、暴風当てはするけどあれだな、これ混乱引かないと暴風押してる意味があんまないんだよな。一回しか引いてないし、混乱。当てること自体はすごいいいんですけどね。混乱を引いてなんだろう。ブラッキーの行動回数を縛れないと。マジで意味がない。そうそう、PP も怪しくなってきたしな。考えなしに落ちすぎたな。まあ、さすがにね、こんだけ打ったら外すわな。めっちゃ願うじゃん、ブラッキー。どうした、お前。怖いなぁ。相手、バグる可能性があるから、こういうとことか押す技悩む。でも、ここはあれか。守るだろうから。守るか交換だろうから。守るか、何もしないのか。そうか、回復できるから何もしなくていいんだ、相手。じゃあ、ここは暴風でよかった。マジでやらかした。あ、とか、TOD で負けじゃん、これよく考えたら。でも全然考えてなかった。TOD される側のこと。そうか。だから、相手そうだ。頑張んなくてよかった。だから、本当にさっきのとこしかチャンスなかったんだ。いや、こっちの勝ち筋の求め方は合ってたんですよ。だけど相手からしたら、冒険しなければ、あ、でも相手なんかポンポン選んでくれるな。え、これだったらまだチャンスが。なきにしもあらずんばが。TOD で負けるという発想が自分の中で全然出てこなかった。アホだったな。まあ、こっちの立ち回りとしては間違ってないですけどね。結局暴風で混乱させて、混乱麻痺の二重でブラッキー動けないタイミングを作って、そこで倒すか、裏の海洋画を倒すかみたいな感じにするしかないから、立ち回りは別に間違ってないんですけど、負け筋のことをちゃんと考えてなかった。考えてても別にこっちの動きが変わるわけじゃないですけどね。あれ、これ相手狙い始めたか。いや、これやり始めたな、降参しよう。たまになんか TOD 絶対しない主義の人とかいるから、そういう人がノータイムで技選択してくれたらチャンスあるなと思ってやったんだけど、この人はやる主義っぽいからな。まあ、ちょ、サンダー一匹に頼りすぎたわ。動画時間クソ長くなってるし。しかも大抵のなんか時間あれじゃない？サンダーの、このサンダーブラッキーの攻防じゃない？
まあ一応でもチャンスはありましたね、本当に結果的に負けたけど、で技の選択はちょっと甘かった部分あるだろうから、めちゃくちゃ反省するわ。反省に反省を重ねて猛省してまいります。対戦ありがとうございました。とりあえず終わったらマインクラフトしよう。